毎度アジミナチャンネルです。はい、ということで本日の企画、南の私生活覗いてみたー、覗いてみたー、南の私生活ちょっと待って、いつ何何をすんの。はい、ということで南の私生活を覗いていきましょうということで、うん、ちょっと僕が仕事行ってる間に、うん、こっそりカメラを仕込ませていただきました。やばやばいけど、せやろ。マジ、怖い。怖い。はい、ということで、別にそういう、やましいとかじゃないで。やましいやん。やましいやん。違うね。今回の趣旨、なんで南の私生活を覗いてみたかっていうところなんやけど、うん、最近、まあ、ここもう2、3ヶ月ぐらいになるんやけど、南夜寝られへんって、よく俺相談受けてるやんか。うん、で、いや、最初ストレスかな、俺と一緒に暮らし始めて。ちょっとなかなか寝つきが悪くて、っていうのもちょっとあの相談を受けるためにずっと長い間考えてるんやけど、ちょっとなんか違うんちゃうかと疑惑が俺の中でまあ聞こえてきたんよ、うん、で、みなみ昼間寝てるんじゃんっていうことなんですね。みなみはまあ朝俺を見送ってから休んでる時間、うん、ないみたいな、もうギャグゆっくりしてくれよちょっとはって思うぐらいの生活を送ってるってことなんですけど、うん、寝てるでしょっていうことですね。あー、そんなことないそんなことないよな。ないよ。だから、いや、だからな、あの悪い意味じゃないのよ、うん、南の頑張りを見ていきましょうっていう企画です、うん、ねえ、犯罪だからね、まあなんかサービスシーンというか、まあ、着替えシーンとかもあったらねよりいいなとは思うんですけど、よくないよ、まあ、そこも一緒に見てもらいながら、あのどういう生活を送ってるのか、めっちゃやわ。で、ちょっと2台実はセットしてて、まず1台はあのこのカメラの方でコンセントの近くで充電しながらも回してたから、で無事ちょっと取り切れてんけど、玄関にもう1台セットしてたよ実は。マジで玄関はやばい。ただ玄関の方はコンセントを挿してなかったんよ。あー、俺が行ってくる会社の朝一のシーンしか撮れてなくて、うん、こっちからのアングルしか多分後半撮れてないから、うん、まあちょっとどんな感じに映ってるのか、うん、まあちょっと見ていきながらになんだけど、うん、マジか。でも昨日大丈夫やろ、すんの。そうやな、全然マジで結構真剣に取り組んだっていう昨日も昨日で。そうやな、うん、で撮影時間がかなり長いよ、うん、ちょっと南の、頑張ってるシーンだけ見ていけたらなっていうところで、うん、ちょっとそこはどんどん早送りして見させていただきますなんかお願いします。はい、なんか分からんけどということで一緒に楽しんでいただけたらなと思います。はずーということでやっていきましょう。おはいはいはい、朝ねこれ昨日やんこれ怖かった、南が来るのそこに撮ったんや。そうそう、犯罪や。はい、いらっしゃい。南がやっぱ行った直後からすぐに撮っていかなかったから、うん、そのやっぱ行動を見たかったんや俺は。エロいや、エロいとかおかしい、エロいんですよ、おかしい。ありがとう。行って盗撮って犯罪です。行きます。バイバイ。はい、行きましたね、これで。こっから南がどういう行動を取っていくのか。いやーわー。お洗濯してますねすごい、話通りやわ。そらするやろ。まず見送ったら、あのもう一睡もせんとそのまま洗濯機行って、で回して、えちょっと待って、え、ちょっと待って。え全然出てこないけど、どうなってんの。えやってるやん。やってるやん、速攻。ちょっと待って、これいつ出てくんの不眠症ちゃうやん。早速寝てるやんな。あらららららら。洗濯終わりましたね、これ。約40分、50分。これも洗濯なっても出てこうへんような気がするんだけど、いつ目覚ましセッティングしてんのかな。やばいってこれ。
全然寝てるやん。全然出てこへんし。目覚ましかけてんのか。出てきました。あ、もうすっきりしてる。顔は見えへんけどわかる。顔は見えへんけどめちゃめちゃわかる。ごっつすっきりしてるやん。ちょ、えぐいって。これで、まあ、洗濯が終わるまで寝てると。あ、終わって戻ってますね。マリンさん、今日の天気は Google で調べ。気温は摂氏が7度です。今日の予報は雲が多い見込みです。予想最高気温は10度。なんか活かしてんな。聞いてください。ありがとう。ありがとう。ちょっと待って。ありがとう。怖いんだけど。俺らもあんま言われたことないのに、ありがとう。こんな素直に言えるんや。ロボットには。だ。しかもさ、カメラアングル完璧ない。え、ここマジ最高やん。電源も入れてるから。ということで、もうすでにアツシを見送ってから1時間ほどは経過してますね。ようやく洗濯が開始されました。まあ、それでもまだ9時ぐらいからな。そう9時、9時半ぐらいか。うん、結構でも確かに南は家事はいろいろ率先してやってくれるやん。ねえ、洗濯とか特に好きやな。意外と好きや。うん、全然文句言わんとやってくれるから、そこはほんま助かってるかな。チャックになってるよなこれ。キャッって言ってるよ。なんかやってますね、これ洗い物かな。あ、そうやな。じゃらじゃらそんな。あ、でも結構朝しょっぱなのまあ 4,50 分寝たぐらいで、うん、あとは結構順調に洗濯から、辛いかの動き一緒だやろ、洗い物からな。なんかしゃっくりしたりくしゃみしたり大変やな。一人で賑やかやな。紅茶ができましたね。ティーな。はいはい。あ、でも話の通りやな。朝、まあ朝寝るはちょっと聞いてなかったけど、まあ洗濯、なんかしてる？怖い。怖いんやけど。何してる？聞いてんのかな？紅茶の声みたいな。飲みすぎて。じゃあ早く飲めよ。飲めって。ワインかなんか思ってんじゃん。あ、やっと入れたわ。いつ飲むんかな。なんか全体的に動きが遅いな。飲まんのかい。飲まんのかい。まだ一回も飲んでないから、紅茶全然飲まへんやん。すげえ、飲まんと結局入ったやん編集。入れたいみたいな。うん、どんどん冷めていく。あ、でも早速編集始まりましたね。やろう。忙しいって言ってた。もう話によるところ、みなみはもうこっから一日、おっと、ようやく紅茶に手をつけました。まだ熱いんか。もう冷めとるて。わかったって。そんな手法ないから。そのなんか手で覆ったら冷めんの早いみたいな手法ないから。なんでこんな夫婦やとんねん。もう飲むやろ。もう飲まんとな。飲まんのかいかい。めっちゃやん。全然飲まんやん。もう入れんなよ。え、これ何の時間？瞑想の時間これ。え、おいおいおい、ちょっと待って。外見てもうてる。寝たよ。もう先寝てるから。あ、ようやくパソコンへ。え、なに、怖い。どこ行く。パソコンようやく編集始まったと思ったのに。ソファーです。ソファーで横になってます。これ
携帯携帯携帯も持たんとソファーに行って横になってるやん。もう寝る気やん。な、体伸ばして。もう南の話になると、おお、怖いってはい、どこか行きましたね。トイレかな。もう編集やるやろ。あ、完全寝てるなこれ。帰ってこへんやん。ちょっと待ってはい、帰ってきましたちょっと止めます止めます。これ2回目ですね2回目の寝室行ってますねこれ行ってるよなやば、もうお昼過ぎ、うん、誰これ。もうだいぶすっきりしてるもんな確かに。あ、またパソコン開いた。今回触ってくれんのかなちょっとやばいな、いろいろと発覚してきてんな。まあ確かに結構一日の中は時間あるからな。お、編集入ってますねようやく。こっから多分自分が帰ってくるまで編集に没頭してて、どうも、あの、編集まだ眠い、まだあくびしてる。まあ確かにそれは、まあ 夜中3時まで起きてて、朝7時に起きて見送ったら、まあ眠くなるわな、そら。あ、エンディングですね。めっちゃエンディング好きやんめっちゃエンディング聞くやん。起きてる？この人、寝てない。あ、起きてる、起きてない。あかんあかんあかん、音程チェックしました。いや、手変えても一緒やから関係ないから。ほんで、そもそも音程取らんでいいから。カラオケかなんか歌おうとしてんのかな。よし言うてるやん何がよしなん何してんの好きやん、この曲。いや、好きやけど笑っとるやん、ほんまに、ほんまに面白いと思ってるな、俺のこと怖っ。いや、これ声出して笑ってるで。あ、でも結構もう長い間編集してますね。そうやろう。うん、割とここは真面目に。うん、普通に食われるのか、チョコ普通に食える。ん、また食っとるな、2個目。2個目というか、なんか持ってるなら両手に。遅っ歯磨き始まった。化粧が始まるのかな。だいぶ長い間編集してたから。みなみ化粧めっちゃ早いからな、マジで。早いよな。うん、なんか食ってるな、また。まあまあ、でもみなみはあれなんやな、お昼とかがないから、うん、こういう感じでなんかちょっとパン食ったりとか、チョコ食べたりとか、うん、おお、振ってる振ってるすぐもうこういうなんか長いもん持つとあかんよなもう振る長さちゃうて、それはもうだいぶ短なってんねんて確かに暗くなってきとんのがわかるかも。せやな、うん、もうだいぶ夕方かな、うん、5時半ぐらいか、うん、ちょっと疲れてきとるわ。うまいな、でも結構長い時間編集やってるな、うん、ね、寝てるやんもう寝てしまってん。もう俺帰ってくるんじゃん、うん、昨日寝てまったんよ。え、でも帰ってきた時着替え終わって起きた。やばい言うてるやんやばい言うてもてるやん
待って、ちょっと待って。ちょっと待って。走ってる、ちょっと待って。走ってる。ちょっとストップ。ちょっとストップ。ちょっと待って。昨日のことやから、あんまりちょっとちゃんと覚えてなかったんけど、これ俺のラインやな、多分。やばとか言ってんねんけどさ。ちょっと LINE 見てもらったら分かると思うんやけど、画面出してもらうんやけど、なんか編集に没頭しすぎて、なんかごめん時間ないからニラ買ってきてみたいなお使い頼まれたんですよ。やばい言うて走ってるやん。やばいんやけど。まあでも結構長いやつだ、言うてるけど、うん、もう急いだるもんな。だいぶ急いでるな。あ、料理が始まってんな。大丈夫？なんか指とか切りそうなぐらいの包丁の音やけど。絶対セッティングしていってる。あ、そっかそっか、この格好やで着替えてなかったか、今。うん、あ、帰ってきましたね。帰ってきましたね。ニラこれでかいんですか。昨日実はこの後、みなみに一回ちょっと証拠の声だけ収めとこうと思って、うん、一個ちょっと聞いたんですよ。うん、おかえり。おかえり。おかえり自分やな。そう、これね。今日どうやった？今日忙しかった。めっさ忙しかった。めっさ。はい、止めさせていただきますね。まあ、っていう感じなんですけど、めっさ、めっさ、めっさ、忙しかった。この日やばい。はい、という感じで、みなみの一日盗撮していきました。やばいって。わかりましたね、皆さん。なぜみなみが夜寝れないのか。これが原因でした。二度にわたる本気寝、ベッドで、寝室で寝るという、プラス、もう机の上でも寝てしまうという。まあでも、言ってることはやってるな。うん、だから寝てたぐらい。やばい、バレた。という感じで、すいませんでした。こちらこそすいませんでした。なんかこちらこそすいません。いや、俺のことごめんなさい。ほんとに。いや、こらはい、ということでね。やばい。でも、昨日は特別ですよ。あんなやって、バイバイ。なんか、昨日やり直したい。まあそういう感じでお互い一日一日全力で生きていきましょう。そうしよう。っていう企画です。はい。頑張ろうかな。はい、ということで本日の企画、みなみの不眠症の原因はお昼寝の時間が多すぎるでした。はい、というこんな感じで今日の動画終わっていきたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいね、と思った方はグッドボタンとチャンネル登録と拡散の方よろしくお願いします。じゃあ次の動画でバイバイ。